どうもロッシングルです。新たなホラーゲーム恐怖の世界やっていきましょう。シンプルなタイトルで素晴らしいですね。こちらリリースが2023年10月20日、ついこの間ですね。開発はパンスタッシュ、発売はイスブリードゲームプレイズムということで、ポーランドのチームが開発したようですね。こちらはですね、待ちに待ってました。日本語ローカライズをすごい待ってました。2019年から早期アクセスしてたんですけれども、日本語ローカライズだけされてなくて、めっちゃ気になってたのにプレイできずにモヤモヤしてたんですけども、4年越しのリベンジとなります。これはですね、地獄のようなローグライト RPG でして、伊藤潤二先生、漫画家の伊藤潤二先生とラブクラフトに捧げるラブレターのようなゲームだとメーカー自らが言っているほどにクトゥルフライクなゲームとなっております。まあ、伊藤潤二先生ね、渦巻きとか魚とか、なんか理不尽な小さい町に起こる不穏な影、そんなのを描くのが非常に素晴らしい漫画家ですけれども、ぜひねお付き合いいただきたいと思います。ドゥン。なんだ、初めての方、複雑な謎に挑む前に身の毛もよだつハサミ女の未解決事件からプレイすることをおすすめ。あー、難易度ありますね。クトゥルフの顔で難易度、わかりやすい。これが身の毛もよだつハサミ女の未解決事件。はいはい、一部分のみ。へえ。あ、じゃあもう本当に1エピソードだけだ、この街の不穏な部活動。標準的な難易度設定、会議主義者で進める。はあ、クトゥルフの TRPG でもなんかいろいろこういうのありますよね。探索者、古き神、バックストーリーなどがランダムで、あー、もうプレイするたびに設定が変わっちゃうんだ。やっべ、めっちゃ面白そうじゃん。いろいろやりたい、触りたいこともあるけど、このまんま何も触らずに身の毛もよだつハサミ女の未解決事件をプレイ。 1980X年、日本塩川町、私たちの住むこの町で何か奇妙なことが起こり始めていた。いい導入部だね。うわ、なんかもうカルト信者たちがいろいろいろんなものを形跡を残している。夜な夜な森の中に集まるローブを着た集団、もう狂信者だね。次々と行方不明になる町の人々、海辺を脅かす不気味な怪物。上陸間近って感じだね。クテル、現代の科学技術は飛躍的な進歩は遂げ、人々に快適な暮らしをもたらす一方で、新たに未知なる脅威も現れている。あー、この時代から、電話の呼気みたいなのとか、パソコン、PC9801 とかかな。現実が崩れ去る中、かつて地球を支配していた存在、古き神が目覚めようとしている。これ時空の彼方に、なんか、あれだよね、ピラミッドみたいなのがいっぱい見えてるっていう状況だよね。やばい、もう、扉が開こうとしてる。手がかりと呪文、そして薄れゆく理性を頼りに、あなたは街中の謎を調査することになる。時には現実世界を超えた世界と足踏み入れちゃいけない、決して踏み入れちゃいけないんだ。あと、なんで 86? 86取れのが爪痕すごいついてるけど、面白い。日本オマージュがすごいね。古びた電車が減速し、終着駅で停車する。世界の終わりが迫る中、ついにあなたは赤い渦巻く街へとたどり着いたのであった。もう世界が終わる間近なんだね。うえぇー、怖い。重要なメッセージがここに表示されます。新たなアイテムを発見、西洋カミソリ、たい焼き。これまでの話、あ、持ってるね、西洋カミソリ。これ攻撃力1ってことかな。実行中の儀式、これ心臓だから、これが体力か、 STA で、これが REA かな。まあ、これ産地かな、産地と生命力だと思います。ストレングスは7、筋力ですね。デックス5、PR なんだろうね、忘れちゃった。8 KNW、 後で調べて載せましょう。じゃあこれまでの話、1984年5月、
もう何週間にもわたってあの奇妙なカルト集団を追い続けてきた。保育園でカワハギの鬼ババと遭遇したが、辛くもその場は生き延びることができた。当たり前のようにめっちゃ怖いこと喋るね。街が平和になるまで休む暇なのだ。これは時間との勝負なのだ。なんかもう警察とか軍隊動いた方が良くない？戦闘チュートリアルオン、調査開始。ちょっともう分かんないことだらけだね。ドゥーム 0%、 弾0。これなんだろう。何かが0で鍵 ABCDE、 クトゥルフは1+01。 これバージョンかな。うわー面白い、シルバー事件みたいな、マルチウィンドウな感じがいいですね。身の毛もよだつハサミ女の未解決事件。あなたの学校で男子生徒がまたもや行方不明となった。噂ではあまりにも大きすぎる笑みを浮かべた恐ろしい女が墓から蘇ったらしい。その手に鋭く尖ったハサミを持って。都市伝説もクトゥルフに入れてる感じかな。暗号のようなメモでいっぱいの日記。友達からそれを受け取った時、あなたは彼が何か企んでいることに気づいた。あの女をあるべき場所に送り返すことができる。そう彼は言っていた。怖っ。もうこの画像がすげえ怖い。だが今やその彼も行方不明となってしまう。手遅れか。そのためあなたは彼の日記に何か手がかりがないか調べることにした。そこに記されていたのはある儀式について。チャンスは一度。だがこれで邪悪なその女を封じ込められるという、この先に待ち受ける最悪の結末とは一体。 TRPG のオープニングみてえですげえたまんねえな。調査フェーズですね。この時間の学校は不気味なほど静かだ。主人公誰なの？探偵？行方不明になった友達はあなたに一冊のノートを残していた。もし噂が本当なら、その巨大なハサミ女を止める儀式を取り行わなければならない。ハサミ女の実態をこちらの次元に呼び出す儀式だ。実態。そのためには黒板に奇怪な紋章を書き、聖なるろうそくの火を灯す必要がある。彼がこの学校のどこかにろうそくを残してくれていればいいが。うわ、すげえ。はぁ、まさに TRPG ですね。カバンを開ける。ろうそくね。校内を探索する。ロッカーを調べる。ロッカー怪しいね。まずはロッカーだ。どれかな。露骨にロッカーありそうな感じするよね。3つか、3つ選べんのか。どれかな、これ。うーわ、だん、なんだ、なにこれ。え、え、何の説明もない。こーわ。あ、なんだこれ。え、ロッカーの中に野球のバットがあった。後で必要になるかもしれないので持っていくことにした。木製バット、木製バット手に入れた。武器じゃん。よし、いいぞ。遠距離武器は必要だ。あかね、小さな鍵が必要だ。あ、装備した。これも装備しとくか。西洋カミソリ、ダメージ4、速度90、命中率80。無駄に怪我するのは避けたい。たい焼きは理性が、あー、理性が、産地が回復するんだね。さあ、じゃあカバンを開けましょう。ガチャン。なんだこれ。え、主人公はこの友達の日記。うわ、書いてるね。え、どっから読めばいいんだ。これか。14。マリの様子が、マルかな、マルの様子がおかしい。授業が終わったら話さないと。一人で儀式をしようとしていなければいいが。ある教室にろうそくを隠した。教室か。明日実験をや、儀式をやってみよう。知らない、読めないな。読めない。これを描けば一時的にあの魔物の力を抑えられる。線を描くときは間違えないように。これ覚えとこう。三角に線と、うん、なんとなく覚えました。じゃあ校内を探索しましょう。調査中。廊下、体育館の人形階、これ、学校の体育館に入ると壁に奇妙な黒い人形が立てら、かけられていることに気づく。うわ、パークが必要なんだ。今持ってないっぽいっすね。持ってないね。近づく。産地が減りそう。
嫌な予感を抱えながらも人形に近づくあなた。その光景が目に入った瞬間、あまりの恐怖に息を呑む。それは人形ではなかった。急に近づいたせいか小さい黒い雲が逃げ出す。すると白い食べかけの死体が。うわー、産地が2減った。やばい、産地減った。わかんないな、見てなかったな最初。祝福されしチョーク200件、西南道速200件。何か恐ろしいことがこの学校の中で起きている。そらそう、見たらわかるよ。じゃあ校内をもう一回探索しましょう。ある教室だからな。解剖学の授業。生物室のそばを歩くとわずかに何かの音が聞こえる。中で古い人体模型の心臓が脈打っている。その光景を見てあなたは気分が悪くなる。スタミナマイナス1。ついてねー。これ全部ランダムでしょ、ローグライクだから。つら、どんどん産地とかスタミナが減る。うわ、スタミナか。体力は1減りました。誰もいない廊下を何か邪悪なもの。うっ、やばい、徘徊しているの。友達の日記から新たなページが見つかる。祝福されしチョークは屋上にあるようだ。廊下覗く？覗くのやめたいよね。でも覗かなきゃどうにもできないよね。こーえ。ドア開けるには取っ手をクリック。すげえゲーム。完全にいるじゃん。ほら。いや。いや。あれ、もう開けられない？じゃあ、庫内を探索します。別のとこ行きます。出れるんかい？浮かぶついしたい。あなたは体育棟の中に入った。湿っぽい匂いが鼻をつく。プールの真ん中にビート板が浮かんでおり、その真ん中にリュックが置かれている。あれが探していたものかもしれない。行くか。いやー、教室と屋上でしょ。ここ違うと思うんだよね。プールには、は、あ、入っちゃった。濁った水の中からむくんだ男、体の男が現れ、プールから出る唯一の逃げ道を塞がれる。戦闘だ。え、戦闘が始まると毎ターン攻撃や行動の順序をアクションリング B から組み立てていくことになる。シーケンスバー C を埋めたらシーケンス開始を襲う。攻撃を仕掛けるにはアクションを選択して、これか、はい、戦闘シーケンス、白いバーを組み立てる。シーケンス開始をクリック。へえ、キック、はーん、え、装備してるよね。キック、2ダメージ、所要時間55、基本命中率80。キックしかないのか。キック、キック、キック。あ、相手のヒットポイントが見える。16。結構大変だぞ。スタミナがマイナス2、パワーが、体力、敵のスタミナ0にすることで戦闘勝利。ダメージ、スタミナや理性、あるいはその両方奪い攻撃を仕掛けてくる。パワー、敵に対する攻撃成功率。あー、この値が高ければ高いほど攻撃が外れやすい。あ、なるほど、相手が20持ってるからこっちが 10% 命中率低下するってことか。とりあえずやってみますか。シーケンス開始。うぐっ、どうなった。ゲームが進むだ。新たな戦闘アクションがアクションフィルターから行える。即席武器を探すというボタンを押してみましょう。これ、即席武器を探す、はい。ランダムに間に合わせの武器を拾う。即席武器を探す。あ、なんかいろいろ。武器攻撃、カミソリ、西洋カミソリ、命中率が下がるな。西洋カミソリの強攻撃。あとは、攻撃ブースト。次に仕掛ける攻撃の命中率が 10% 上昇。重ね掛けが可能。攻撃準備。次の攻撃が確実に命中。じゃあカミソリ普通に振ります。シーケンス開始。殴る！あ、倒した。え？敵はこの手の武器に弱いようだ。教師の水死体の攻撃。あ、2ダメージ食らってますね。
ちょっと分かりづらいな、ここ。とりあえず、倒せそうだね。これで、終了だ!外れた!まずい。腐った死肉が無理やり口に押し込んでくる。やば!何してんの?え、なんだ?右上の処理品に新たな中等アイテムが表示。腹部に、うごめくもの。アイテムをハイライト。やべ!なんか、死肉。死肉食わされた。腹の中で何かがうごめいている。気持ち悪い。最悪だ。最悪だよ。ダメージももう一桁になったし。やべえ。普通に刺すか。いや、一発逆転狙おう。いけ!くれー!水死体を切りつけた。体力マイナス7。水死体を撃破。経験値7ゲット。腐った肉食わされちったよ。最悪だよ。祝福されしチョークを見つけた。これであの紋章が描ける。日記を見てできるだけ正確に黒板へと映し出す。うまくいくといいな。紋章書きますか、じゃあ。できるだけ正確にでしょ。覚えておこう。はい。あん、はい。ちょっと待ってね。確かこれっぽいよね。これだね。はい。オッケー。じゃあ、あと、聖なるろうそく。ろうそくを探しましょう。うわ、怖え。もう体力がない。怖え。何?校内を歩いていると不気味な長身の女性に呼び止められる。唇がピクピクと痙攣していて明らかに様子がおかしい。私、今度から新しく生物の先生になるんだけど、いくつか準備室に物を運びたいの。手伝ってくれる?うわぁ、怖え。断る。突然彼女に手をつかまれ。ねえ、お願い。理性マイナス2。いやぁ、もう断れねえな。やばい。最悪だ。いやぁ、幸運度チェック失敗。ほこりまみれの古い生物標本を渡されたあなた。ホルマリンの不臭が鼻をつき、つい瓶を落としそうになる。こんなに足のある体重がいるのだろうか。スタミナに。死ぬ!たい焼き食おう。たい焼き食うか。しよう!あれ?たい焼き効果あった?あー、理性が1回復したね。一体これ何を表しているんだ?あ、やべ!シャキ、シャキというハサミの音がどんどん大きくなっている。急げ、もう時間がない。あと1回だな。儀式を完成させないと。学校の体育館に入るあなた、すると壁に。うわー、これ、ま、さっきやったじゃん。意味ねえ。やばい。あ、友達のリュックの中から聖なるろうそくが見つかった。日記に書いてある通りに並べ火を灯す。これで儀式の準備は整った。一回見てみよう。儀式。一人で儀式をしようとしている。なんだよ。儀式します、儀式します。なんかいる?これ?待て。あれは、なんだ?ほわ!ぐねぐねとうごめく不定形の塊がゆっくりと形を成していく。その光景にたまらず一歩後ずさ。そうか。口裂け女という形をとってるだけで、もともとは不定形のスライムみたいな存在なんだね。やがてそれは長身の女性のような生物へと変貌した。三つの顔が一つの大きな意味でつながる。今こそこの怪異を打ち倒す最、唯一にして最後のチャンス。身構える。悪魔のような女がその身をねじりながら教室に入ってきた。ケタケタと笑う声が辺りに響き渡る。私、綺麗。うわ、鳥肌がやばい。うわぁ、何?戦闘?いきなり?え、戦闘?戦闘すんの?嘘でしょ?一アクション。拍手。所要時間30。儀式における一つの作法。戦闘での儀式は主にお辞儀、柏手を計5回組み合わせて行われる。仮に失敗してもヒントが表示される。これか、儀式だ。お辞儀。お辞儀?祈る。
お辞儀と柏で祈る。あ、祈るは入れないのか。5回。2礼?2拍手?1礼だっけ。だよね。2礼?2拍手?1礼だよね。2回お辞儀、2回柏で1回お辞儀。シーケンス開始。お辞儀、拍手、柏でお辞儀。行って、なんだ。刺された。ハサミ女に刺され、壁一面が血だらけになった。ケタケタ笑っている。何も起きない。一回作法通りに儀式を行ったはずだ。え、3回やる。ダメージ2食らった。あと2ターンで終わりってこと。2礼2柏で1礼もう1回だ。いけ。でが、いって、何も起きない。一回作法通りに儀式を行ったはずだが。どうしよう。勝てないのかこれ。あと1ターンで死ぬね。これ3回やる。この最後の1ターンにかけます。2礼2柏で1礼お願いします。来い。恐怖で体が凍りつき、女が近づいてくるのをただ眺めることしかできない。あなたの方を鋭いハサミがゆっくりと切り裂いていく。そして女が問いかけてくる。私、綺麗？だはーん！切り裂かれた。ダメだったの？あなたは非業の死を遂げた。死にハサミ女による殺害。レベル1、難易度、狂信者。装備、西洋神ミソリ。バックストーリー、恐怖の世界。召喚した古き神なし。破滅値 5%。 生存時間26分。解明した謎0、確認したイベント4。むず。次へ進む。終わっちゃった。さすがローグライク。いやー、難しい。やられちったなー。次回これリベンジしたいな。じゃあ今回はとりあえずこれで終わりましょうか。悔しい。難しい。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。